お疲れです。おいっす、お疲れ。ちょっとまあゆっくりしてるとこ申し訳ないんですけど。ほんまそうやぞ、お前。今日もちょっと言う。もうカメラばっかりしんどいねん、俺。カメラだからってか、ちょっとカメラまで待つな。いや、させてくれや、もうストレス溜まっててさ。どうや、こっちには癒されに来てるんだろうにや。ちなみにどこ行ってるんですか。こっちは沖縄や。沖縄。お前、宮古島でな。はいはい。今日はちょっとみんなでゆっくりしに来たんや。ほら、これ見て。バランダイの21年。おお、いいですね。どうやねん、キンキン。キンキン。キンキン。関西弁やばい。なんで大阪おるときに沖縄弁やのに、なんで沖縄帰ったら関西弁なんて。ほら、こう見て。バーベキューなんかもら今からすんねんけどさ。あ、いい感じっすね、これはもう今日だけはダイエットしてるけども、今日だけはもう食べていいから。え、炭水化物なしやで。うん、もうバーンっていくから。バーンで、その俺と翔くんで、お前にはあんまあげんから。キクちゃんは酒飲まれへんもんな。いや、さっきからなんかこれカメラ回してるのに肉ばっか見てんすよ、キクちゃん。それはキクちゃんやめて。またなんか言いたいのか、お前は。いや、今日はお疲れ様です。まあ、お疲れ様です。どうした、どうした。いや、まあ今日急遽ちょっとこう回そうと思ったんですけど、視聴者からの質問がすごい多くて、うん、何、まあ、それでちょっと今日回してるんですけどね。どんな質問や。まあ、言うたらガードマンとのコラボはもうないんですかと。なんでだよ。なんかあと思ったらあいつ、はい、あいつのこと。いや、ほんま多いですよ、してくださいとか。まあ YouTuber っていう部分においてはもう大先輩やからね。確かにね。そうそうそう。だからもうね、俺たちからしたら大先輩なんやけども、振り返ってみろよ。まあガードマンの一番最初さ、うん、家潰して、うんうん、潰した家で祝勝会なんかもしたな。した懐かしいな。で、警察官なんかも来たけど、それも制圧して、ほんでなんかまたあいつらがなんか揉めたかしてさ、ついガードマンがMI 君の家潰してくださいって言うから潰して、はいはい、うん、なんか振り返ったらそんなこといっぱいあったな。ほんで銀の盾かなんかを潰されたやん。あ、そう、潰され。でも俺からしたら都合よかったよな。あ、銀の盾をこう潰してくれたことによって、俺たち本来家を潰して終わりやったやん。やけど銀の盾を潰してくれたから、その潰した後の土地まで取り上げて5000万で売れたからな。それがってもこれだからね、うん、あ、優雅にできてる。当たり前やんけ。なるほど。なら200万人を超えるあのね、ガードマン様々のね、家から MI の家から潰してお金に変えて、気ぃついたらこうやってゆっくり、そうな、南国にさ、こうやってみんなでゆっくりしに来れてさ、うん、こうやってなんかこうこんなお酒飲んでな、そう、バーベキューもできて、いや、癒しに変わってますよ、うん、癒しに。もうコラボとかじゃなくて、ただただ感謝、はいはい、ガードマンサバサバって感じなわけ。雰囲気一合すもんね、キュちゃんも。なんかあの時から生き生きしてるだろ。はい、ていうかなんか余裕があるの分かるやろ。分かる分かる分かる、ほんまに。伝わるか。めっちゃ伝わってる。本当か。それがなんかちょっと違うなと思って。ちょっとじゃあ褒めてみよ、俺のこと。褒めてみて。難しいな。もうだからもう常に笑いが止まれへんよな。おー、もう最高。ガードマンとのコラボか。何がある。でもな、ちゃうねん、もうだん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 コラボしていくにつれてさ、なんかやり返しも、やり返しがやっぱ実際できへんやん、うん、やっぱさ怖いと思うね。あ、向こうもな、うん、そりゃ怖いやん、うんうん、やっぱりな、怖がってんの分かる。もう目見たら分かるやん。分かる。もうあれか、あれからあんま連絡も来ないしね。ないない、もともと連絡なんか取れへんけど、連絡もう目がビビってるもん。だから結局俺らもだんだんやりながらよく喋ってたやん、うん、タニアもそうやけど、なんていうの、あの、いじめみたいになるんじゃないかって喋ってさ、今結構社会問題にもなってるし、そんな関係なんやったら、やっぱり YouTuber としてのコラボってのも正直難しいやん。難しいね、うん、やっぱ俺たちもそういうやつだと思われたくないし、はいはいはい、炊き出しとかそういうええことしてるのに、いじめてるんか、やっぱ人の家壊すことによってあいつらやっぱ住む場所なくなるからな。で、その後、なんか引退会見とかして、あれ MI もやめたんかな、なんか MI とも割れてさ。あー、やっとったな、うん、MI も逃亡して、ガードマンがイギリスに捕まえに行ったりとかしてたけど、やっぱりもう仲悪いのよ。うん、
うん、やっぱ俺たちが仲悪くさせてしまった可能性は高いな。やっぱお互いの家を潰させたやん。言うたらね。懐かしいな。あれいつやった？あれいつやったかな。もう春ぐらいですか。いやいや、もともと家潰したんは、あれはその前のよ。あ、ダウン着てたから。そうやろ。ちょっと寒かったまだ多分。半年以上前やろ。悪いけど、もうただの思い出やもんな。もう言うだろうな。もうだってもうだそれぐらいの感じだったもん。もう忘れてた。そうやね。ただの思い出か、カメラ。うん、まあ今となったらね。ああ、お前やっぱ一番悪いな。いやいやいや。でも思い出以外の何物でももうないもん。いやでもさ、でもさ、なんていうの、そのさっきの話じゃないけど、やっぱりこうやりすぎたらいじめ、ファンもすごい多いやん。うん。ガードマンつったら、だからその俺たちがコラボしてくださいとか、やっぱりもうコラボしようって言いにくい。まあね。やっぱりどうしてもやっぱ俺たちの方が絶対的に強いから、俺たちが何かをする YouTube なんてしまうし。まあ、言ったら向こうも分かりましたみたいな感じになられてもな。そうそう。無理やりみたいな。うん。なあ、カメラ回ってもったら俺たちがいじめるような動画なんてしまうし。いやいや、でもほんまに笑ってるけど、菊ちゃん、マジでマジで。谷川君とも相談して、なんか、なあって思うねんけど。MI もやっぱあれからすごい嫌やと思うよ。返事とかもないもん。あ、MI に関してはやっぱ家潰されてさ、家も取り上げられて売られてるやん。ちょっと病んでそうやと思うな。病んでる、 MI 病んでるわ、うん、病んでるって一応なんか言ってたね。あ、そうなん。なんか俺もう見てもないねん。たまに見るな俺は。たまにね、今日なんか俺宮古島で撮った写真、うん、みんなで来て撮った写真が俺の片足がちょっとこう映ってない、はいはい、写真があってんけど、それ載せたらまあ見ろみたいな感じでこうツイッターで絡んでくれてたけど、うん、ああ絡んでたんだ。そうやね。俺も何を返したらいいかなと思って俺も書いてんけど、家も壊したし、2人のそのそれに義勇って銀の盾も潰されたけど、土地も売ったし、もう取り上げるもんもないねん。まあね、あいつ車乗ってないか、高級車とか。車隠してそうだな、あれ。内調乗っての。あ、そうなん。あ、そんな情報くれたらまたコラボとなしたいな、まあ、なんか一応隠してそうだな、あれな。 MI はいつも乗ってるけど、そうそうそう、ガードマンはちょっと見たことないな。あれの情報はないな、うん、あいつもなんか MI のスープラかなんかもなくなったんちゃう。あ、そうだな。なんか言っとったね。スプレーとかなんかしたんじゃないか。ああ、されてたっすね。うまいな、美味しいわ。美味しいよ。 YouTube もな、もうなあ、あいつらのこれ家潰しただけで7万人ぐらい増えたんじゃないかな。うん、増えたかもしれん。様々だね。様々や。YouTube 界の大先輩でもあるし、ガードマン様々、個人的にな、様々でもあるわけよ。ほんまちょっとありがとうって言わなかったね。ガードマンほんまありがとうな。うん、俺ももうありがとう。本当にありがとう。なんかもっとなんか谷川君が言っててんけど、もっとガードマンは骨のあるやつやと思ったって言うねんけどさ。はいはい。その通りやねん。やっぱ俺思うんだけど、お前たち何がこいつら弱いんかなって考えてみたら、やっぱあいつらバラバラやねん。あー、チームワークが常にな、うん、チームワークがバラバラやからずっと2人で喧嘩してるやん。してるな。もっともっと団結できたら2人強いんやろうけど。そうだな。うん、やっぱりチームワークっていう部分に関してはやっぱあまりにも欠けるかな。ダメだな。好きやね。好きだし、俺は正直一番好きな YouTuber。 うん、だって俺たちにあんなことしてくれた。いやいや、でもほんまにマジでこれ今こんなんあんの、ひぐちゃん、ガードマンのおかげで。ガードさんのおかげっすね。ガードさん、ありがとうございます。そこからお前、俺らおったらお前、中学生とかチャリンコ乗る中学生とかにな、丸菱 TV の方でそれ写真撮ってくださいって言われるなってから。そうやな、困るから。俺たちそういう人間ちゃうから。その前はちょっとアウトロー系みたいな感じで打ってて、な、一部の層がお前好きや言ってくれたのに、今ではお前中学生とか小学生の人らにお前、キグちゃんも写真撮ってくださいって言われて。そう。へぇ、やばいよ。逆にもう層を奪ってしまった感じですね。そこのそこまで言うなや。悪いな、本当にな。そこまで言うなや、お前マジで。まあなあ、まあ今何してんやろ、ガードマン。うん、ガードマンも下手し、その前の件で病んでるかもしれんしな、ちょっと。やるんちゃうか、うん、やっぱり若くして成功しすぎて
なんていうの、激しい音もしすぎて、もう激しい音もできへんやろ、うん、なんかそんな気するねん。なんかちょっとコンプライアンスとか気にしてさ、昔とかやったらなんかいろんな人間のなんか携帯潰したりとか車潰したりしてたやん。なんかちょっと大人になってきて常識とか分かりだして、どっかでなんかもうそんなことができなくなってるんじゃないかなって、うんうんうん、なんかガードマンってめちゃくちゃするやつらっていうようなイメージあったと思うけど、それもできへんなったらガードマンって何するんてって俺は思うから、まあ、な、うん、まあええけど別に 俺にとって関係ないから俺たちは俺たちのんやからさ。キクちゃんレンタル言われたらどうします？レンタル、いやいやレンタルさせてもらったよ、 MI の代わりに。あ、俺が行くわけ逆に MI こっちのチャンネルって来たんやねん。 あ、 MI こっち来いよ、うん、トレード。お前来たらうちのチャンネルもっと伸びるやろ。あ、そう思ったらありやな。なんかあの物を壊すというか、どっちかを奪う奪う、うん、チャンネルの、うん、おあいつらどっちか来たら30万人ぐらい行くぞ。そうだな。なあ、え、でもあの MI の方がいいね。の方がいいっすか。ガードはちょっとあのやっぱこのガードっていうのがあるからなんかあの硬いよ多分。でもその時キグちゃんもし向こうおったら会うことないですよ。俺かな。 俺はあっち行くわけ、うん、ガードと一緒にな。ちょっと待ってそれはそれでちょっと面白そうだけどガードと2人でうん、それはそれでちょっと面白そう。もうめちゃくちゃされるぞキグちゃん。でも多分でもキグちゃんやっぱ谷川君の方があのいや2人セットやったら考えたら、うん、ガードマンとキクちゃんやわ。俺たちがおるんやったら谷なんやで。あ、まあまあまあ、うん、だからそれをよく言っていただいて、俺たちからしても YouTube 界で言ったらほんまにあのうん兄貴分ですよ。年は向こう若いけど、うん、ほんまに兄貴分のようにほんまに思ってるし感謝もしてんだけど、そんな感じで実際のこういろんなもん潰してしまったし、家潰して相当やからね。ほんまにほんまに。皆さん家潰されたことあります？知らん人いないじゃないですか、うん、でも家もいやいやほんまにほんまに、ひぐちゃんマジよ、考えて家潰されたりその家売られんねんから。だからそう思ったら俺たちもすごいひどいことしてるし、もうこれ以上なんか高級な時計とかあるんやったらな、取り上げてみたとか。持ってそうだな。でそんなんがあるんやったらコラボしたいよ。持ってそう。あれしかも MI も金つけてたんじゃない？ああ、そう。あったような気もする。リッキーのなんか金かなんか溶かしてたな。溶かした溶かした。その分も取ろうじゃん。うん、だからそうそう、だからそういうように他のやつらとコラボさせて溶かしたものとかをこっちにもらおうか、うん、まあでもなんかもういいやなんかもういい、なんかできない人として。うん、俺たちも今年重ねてきて、いいこと悪いことってだんだん判断できるようになってさ、人様のためにこうやって毎週木曜日炊き出しっていう活動しててな、うん、1年迎えたわけよ。毎週毎週やっても48回を過ぎても次50回か迎えてんけどさ、うん、次言ったらね、子供の広場っていうようなさ、子供たちと遊ぶ環境、朝からカレー作りしたり焼きそば作ったりとかさ、うん、まあ、なんかそうやって子供たちとなんか思い出を作るようなことをやっていこうと思ってる中で、なんかやりたい気持ちはやっぱいっぱいあんねん。時計取り上げたりとか、うん、車取り上げたりとかやりたいけど、もう正直これ以上できん。そうだね、うん、そうだからね、単純にこうガードマンを応援できるようにしたいかな。なんか逆にガードマンが困ってることとか、なんか俺たち力になれることあったら、なんかガードマン言ってよ、何でもするから。あ、そう。だから山ちゃんも。そう、だからガードマンへっていうようなタイトルにしたらいいんじゃない、今回。そうやね。なんか悪いな、お前質問コーナーでガードマンのことしか俺は喋ってないけど。まあまあ、まあまあ、全然全然。まあやっぱりこの質問が一番多かったから、まあこれに一番答えてほしい質問やったから。なんか、しみりしてしまったよ。だから、なんかこういう空気でさ。お前もプール入りながら撮影流してしまってさ、もともと俺らが YouTube 始めた頃なんかで言ったら、お前も池に入っとかなきゃいけないよね。うまいな。うまいな。プールや、温水プールな。それもガードのおかげでね。おかげおかげ、うん、MI もガードもありがとうな、お前に。お前ありがとう、山ちゃんもな、うん、山の家潰すって言ってないんちゃうか。まあまあ、寒いんだからもうやめとくか、もうもういいんじゃない、もうええな、うん、まあそんな感じですわ。まあちょっと
もういつまでも喋ったことない。40分、50分喋ってまうし、俺もしんみりになりすぎたわ。すまんすまん、ごめんなさい。ちょっとなんかこんな時間だって何分ぐらいだった今。今15分半。そうやろ、この15分半も経ってると思ってない。だからもう15分、まだ一応まだまだ喋れるね。喋れるよ、だって思い出がありすぎて、もう一つにまとめきれないよ。でももうこんぐらいに、もうこんぐらいにしよう。逆にこんななんかゆっくり喋るんやったら、谷谷君も読んでよかったな。ああ、そうだな。谷谷君ごめんやで、もう呼びてないけど、うん、なんかもうこんなに喋る予定じゃなさすぎてさ。まあ、谷谷君もいろいろあるやろうしな。あいつも言いたいこともいっぱいある。だから、うん、あるよ、あるよ。あいつで多分本当に1時間は余裕でいく。うん。まあそんな感じですよ。いいっすか、うん、もう気持ち切り替えて。もう勘弁してくれよ、歌手。まあまあ、またあのガンドマンもなんかこう、助けてほしいこととかあったら、うん、まあ言ってくれたら、こういろいろやってくれたら協力しますよ。そうそうそう。言うたらね。うん、もう俺たちも底辺やけど、はい、ガードマンから底辺、底辺やけど、やれたことは全力でやりますんで。そういうことですね。うん、そうだな。もう家なかったりとかしたらね、あれやし、俺はもう炊き出しも全然するし。俺の、あれに、住まそう、家に。ああ、それもいいね。住ますよ。まあ家なかったらね。うん、ないだろ、家。多分まだないと思うんですけど、ね。俺の家っていうかもう谷なんでしょ、うん、そうそうそう。あそこ住ましたらええやん。ガチャガチャなんて言ったらやばいぞ。もうみんなで来いよ。まあ皆さんちょっとガードマンもね、うちのチャンネル見てないと思いますけど、ガードマンも見ながらこっちを見てるって人がいたら、ガードマンに、まあ、こんな動画出てるよって伝えていただいて、ちょっとガードマンがね、この動画見て、まあ、どういうふうに思うか分からんけど、なんかできることあったら俺たちはするよっていう、この俺たちのこの善意、うん、ガードマンに対しての感謝を伝えていただけたら嬉しいです。ありがたいですね。はい、はい、もうこんなものしてくれ。もう、はい、まあ、あかんわ。もう切ろう切ろうと思ってもうずっと喋ってまうわ。まあ、他の質問はちょっとまたじゃあちょっと次回。もうやめてくれ。もうバーベキューしたいね。あ、次回ね。もう喋らんとくれ。今日はもうやめましょう。ゆっくりしましょう。ええか。はい。もう切ってくれ。もうありがとうございました。すまんな。はい、はい、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。